福島大会決勝学法石川一の四聖工学院7月28日、あずま第106回全国高校野球選手権甲子園は23日に閉幕した東北6県の決勝で敗れた高校の2年生にスポットを当てる企画で学法石川福島の検討に迫る学法石川の佐藤翼投手2年は 三年生のために結果を残すことができなくて、すごく悔しいという気持ちが一番と敗戦を受け止めた。大一番の前から違和感を抱いていた。県大会準決勝、相馬戦では8回101球を投げ、翌日の決勝、聖光学院戦は連投に。張りなどはなかったけど、試合前にキャッチボールをしてみたら、力が入らない部分があった。 そのまま続いて1回に大量失点をしてしまった。ブルペンで肩を作っていた時、女房役の大英都市トや保守、2年が大丈夫かと心配するほど、迷惑をかけるというか困らせてしまうと佐々木純一郎監督には申告しなかった。初回に5安打3死球で4失点、2回西から左翼に移動し、3回から再びマウンドに戻った。 どうやったらいつも通り投げられるのか。左翼守備についた時に自問自答し、いつもより腕を体の内側に入れたら力が入った。3回以降は冷風と封じ込めた。日常からじゃれ合うなど親しく接してきた3年生には、甲子園出場で恩返しをしたい。去年自分はスタンドにいて、ここ、決勝、で負けてしまった。2回連続で負けているので、3回目は勝って甲子園に行きたい。 強い思いを翼に乗せて羽ばたいていく。